ここ駐車場やば。なんかね、調べたら300台ぐらい止めれるらしい。やば。で、なんかここ1階閉店したのかな。なんか全館1階2階 UO キャッチャー専門店って書いてあって、ブーボス大復活で、左に書いてあるゲーム、ボーリング、ダーツ、バッティング、それ今どうかわかんないんですけど、リニューアルオープンしたみたい。いや、ここすごいな。なんかのどかって感じです。昨日の動画かな。やっぱ音入っちゃう、風入っちゃう。あの、確か昨日の動画のコメントで、埼玉県の坂戸にブーボスっていうバッティング、ボーリング場か、ボーリング場があって、そこになんか太鼓の達人14過去ハテナみたいながあるので来てみてくださいというコメントをいただきまして、早速来てます。多分そのリスナーさんびっくりしてると思う。古い匂いがするね。そっちは卓球だな。太鼓は見当たらないな。あ、地球組だ。ドラえもんだ。なんかすごいドリンクが売ってるな。なんか昔こういうの見た気がする。ドラえもんが喋ってる。これ初めて見た。すげえ、あった。音しっかり鳴ってるな。俺がこうなってる。あ、ここがないのか。で、面古いな。かなり古い。で、14じゃなくて13だった。おまけなし。ビニールなくても滑るね。はないな。連打はまあこのメンテにしては入る方だと思う。まあ素晴らしい、やった方がいいかな。期待したい。
手悪い、こっちの方がいいわ。でも連打は明らかこっちの方が入る。じゃあここに戻すか。本当の太鼓みたいな。しっかりこう解禁されてるね。10円の UFO キャッチャーがあった。こっちの方がいいかな。こっちも10円だ。かわいい。これが100円サンプレイか。うん、3回で取れるかな。10円チャレンジ。すげえカクカクしてる。お、あ、乗っちゃった。取れんのかな。100円サンプレイなのはいいけど、取れるか不明。 あんま開かない。あ、結構強いな。あー、でもむず、厳しいなこれ。ここにもこれがあった。ないか。3回もないか。ないな。じゃあ次2回見よう。ここにもあった。これ、今回結構辛口コメントなんですけど、店員さんいらないぐらいの規模のゲーセンだった正直で。なんか UFO キャッチャー専門店って書いてあったんですけど、いやー、まあ察してください。でまあ遊ぶゲーム、僕が個人的に遊ぶゲームは太鼓ぐらいしかなかったですね。でまあ面白かったのが、あの10円両替機がなくて、どこで両替するのかなと思ってブラブラしてたら、なんかガチャガチャがあって、そこに100円入れるとカプセルの中に10円玉が10枚入ったまあまあ出てくる。それが面白かったかな。まあ、太鼓はちょっとメンテ悪いんですけど、まあ普通に遊ぼうと思えば遊べるぐらいのメンテでした。でもまあ2曲だからな。まあでもね、教えてくれたリスナーさんには大感謝です。ありがとうございます。次行くか。